新戦力4人を加えた日ハム打線が怖すぎる。1番、矢澤宏太。2番、上川畑大吾。打率、2割9分1厘本塁打2打点17盗塁8。3番、松本剛。打率、3割4分7厘本塁打3打点44盗塁21。4番、野村祐希。打率、2割7分9厘本塁打6打点36盗塁3。5番、清宮幸太郎。打率、2割1分9厘本塁打18打点55盗塁4。6番、アリエル・マルティネス。打率、2割7分6厘本塁打8打点24盗塁1。7番、加藤豪介。打率、2割1分9厘本塁打9打点34盗塁7。8番、伏見トライ。打率、2割2分9厘本塁打3打点21盗塁2。9番、磯畑亮太。今年は優勝を目指すと新庄監督。2023年はダークホースになりそうです。コメントで理想の打線教えてね。